どうも、うずです。今週の月曜動画。今週はまず1本目にやったのが、おすすめの書籍ということで、沈黙のウェブマーケティングっていう面白い本を本屋さんで買って、それがちょっと面白かったので、紹介してみたっていうのが1本目です。結構ね、ためになることも書いてあって、面白く読めたので、うずさんは満足しました。で、今週2本目。2本目の動画は、富士フィルムさんからこんなにね、いいカメラ、XT1 をお借りしていたのに、撮る時間がなくて紹介できず、ちょっとね、とりあえずこれを借りましたっていう動画あげたんですけど、ちょっと適当すぎたので低評価がいっぱいつきましたね。それが2本目でした。で3本目、お食事シリーズでお休みで太田のイオンに行った時に、中に入っているラーメン屋さん無尽蔵っていうところでお昼を食べたので、その時の動画一応撮っておいたので、それをちょっと流させていただきました。うずさんの食べログの方にもちょっとコメントを書いておいたので、気になる方は下のリンクの方、うずの食事道っていう食べログの方からちょっと内容を見てみてみると面白いかもしれないですね。で今週の4本目、4本目でようやくこちらの富士フィルムの XT1 外に持ち出してちょっと写真撮ってきたり、簡単な動画を撮ったりしたので、そのちょっと感想と映像の方をちょっと映させていただいてます。でマニュアル設定がいろいろあるんで、いろいろもっとできるとは思うんですけど、ちょっとねまだもう1本ぐらい動画上げるかな。で5本目の動画がこの XT1 で撮影した動画をアップしているんですけど、ちょっとね、色の設定を間違ったので、すごい濃い動画になってしまって、自分自身でもちょっとね、失敗したなって思ってるんですけど、次回は通常の標準設定で撮影してみたいと思います。はい、で、今週のフリートーク。うずさんもこの動画活動、YouTube の活動を約2年間行ってきまして、で、そのほとんどを、こちら今撮ってるソニーの NEX5R で撮影しています。画質もいいし、オートフォーカスもすごいよく合うし、音声もいいです。もうほぼね、自分撮りするためにはね、パーフェクトかなって思ってるぐらい、お気に入りのデジタル一眼カメラなんですけど、できればね、贅沢を言うと、もう一個ね、しっかり撮れる動画用の一眼カメラが欲しいんです。まあ、あくまでね、欲しいって思ってるだけだよ。で、その中で、現時点で、うずさんがちょっとね、いいなって思ってるのが、やっぱり複数あるんですが、うずさん、キャノンのカメラが好きだから、実際 EOS40D 持ってて、レンズもいくつか、やっぱりありますし、第一候補としては、やっぱり EOS70D。マルチアングルのモニターもついてるし、オートフォーカスの性能もすごいいいし、画質もいいし、うずさんにとってはこれが一番いいかなって思うんですけど、ただ魅力的なカメラがいっぱいあるわけですよ。例えば動画撮影に関してはすごく評価が高いパナソニックの GH4 マイクロフォーサーズなんですけど、まあうずさんレンズ持ってないからね何とも言えないんですけど、これは動画を撮りたいっていう場合はすごくいいなって試してみた感想なんですけどね、やっぱり思いました。ファインダーもすごい見やすいし。でそれ以外だと同じマイクロフォーサーズで新しいカメラ、こちらですね、オリンパスの OMDEM5M2、こちらがマルチアングルモニターになっていて、しかもコンパクトで使いやすそうかなっていうのもあるんですけど、ただオリンパスは画質の面とね、マイクの面がちょっと気になるので、ちょっとうずさんは今のところ選べないかなって思ってます。でそれ以外にもうずさんが今回借りてるこの XT1 富士フィルムのカメラとか、あとはソニーの α7、 このシリーズもなかなかいいなとは思うんですけど、やっぱり自撮りする上ではね、やっぱりこうモニターが反転してくれて自分の映像を見ながらトークできるっていうのがやっぱり必須かなと思ったので、外部モニターをねつけてね、すごい撮影しますよみたいながっちりした組み合わせで撮りたいとまでは思わないので、本体についてる液晶が反転してくれるのがやっぱり最低条件かなって思うんですよね。でそう考えると結局うずさんの場合は EOS70D がベストかなっていうふうに思います。だからね、 EOS70D 間違いなくすごくいいカメラなんですけど、結構ね使ってる人ももう多いので、新鮮味がないっていう、ちょっとこれわがままなね意見なんですけどね、新鮮味がないかなと思うところもありまして、まあちょっと悩んじゃうわけですよ。まあ今すぐ買うっていうことじゃないからね、もうちょっといろいろ悩んでみたいと思います。カメラ選びって結構ね難しいよね本体で。今回のこの月曜動画見てる方で、もし YouTube に動画アップしてるっていう人がいましたら、私はこんなカメラ使って動画撮ってますよっていうコメントをいただけると、うずさん面白いかなって思うんで、よろしくお願いします。ではまた次の月曜動画で。バイバイ。